アンセル・ムペイアンは、ジアスターゼ・コ素ソとセルロースを初めて発見したフランス人科学者である。フランス科学アカデミーのメンバー。13歳の頃、弁護士でアンモニウムジオ等の製造工場を創業した父ジャンバティストから科学の手ほどきを受け、後にエコールポリテクニックで、ミシェル・ウジェーヌ・シュブルール、ルイ・ニコラ・ボークラン等の科学者たちから科学を教わった。23歳の時に、 父親から放射性製工場を任された。当時、放射はオランダが東インドから輸入して市場を独占していた。そこで、ペイアンは放射から放射を製造する方法を確立し、オランダの販売額の3分の1で販売することに成功し市場を独占した。1820年に父が亡くなり、息子であるペイアンが家族の大黒柱となった。 ペイアンは砂糖大根から砂糖を生成する工場に興味を持った。1822年に活性炭を使って脱色する手法を編み出し、以降この手法が広まった。ペイアンによる砂糖製造の改善は世界の砂糖生産における砂糖きびから砂糖大根へのシフトを加速させた。1833年、爆芽抽出液からデンプンをグルコースに分解する。 酵素を分離した。この酵素を、ペイアンは、切り離すを意味するギリシャ語から、ジアスターゼと命名した。これ以降、酵素の設備時に、汗が使われるようになった。1834年、木材の化学蘇生を勉強し、植物の細胞壁からセルロースを単離した。以降、炭水化物の設備時に、汗が使われるようになった。百三十五年、ビジネスを捨て、 その後の人生を研究に捧げた、フランス国立工芸院やエコールサントラルパリなどの教授となる、フランス科学アカデミーのメンバーとしていくつもの論文を残している。ありがとうございます。